リドルジョーカー。しかし、あれだね。私たち、ものすごく初々しいよね。すでに裸とか恥ずかしいところとか見られちゃってるくせにね。私こそ、なんていうか勇み足を、っていうかちょっと年上らしい余裕見せておこうとか余計なこと考えて余計なことを、裸見られたことつい思い出しちゃったんだからしょうがないでしょ。恥ずかしくて揺り戻しをかけたくもなるでしょ。いや、だからそれはお互い様だからね。それは確かにそうだけど、私も考えてないよ。それは実に興味深い提案だとか。そうだね。大丈夫大丈夫。さすがにね、そんなのはね、昨日の今日で。